ありがとうございます。そうです、あ、間違ったね、あ、間違っている、間違った、できた、こんばんは、わあ、流れ星ありがとうございます、ありがとうございます。そう、今日はねデコ出しをしてみました。顔の丸さが引き立つね。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。これどうしても下がってきちゃう。こんばんはね、お話し会今日ありがとうございました。はまじさん似合う、ありがとうございます。似合う、ありがとうございます。今日はありがとうございました、ありがとうございます。すごいよねこの服ね、私もすごいと思った、届いてすごいと思った。かわいい、ちょっとギャル感強めになっちゃった私が着たら。こんばんは、ありがとうございます。星だったりライバーをありがとうございます。モチベ頑張れたって、よかった、嬉しい、楽しかった今日も、かわいい、ありがとうございます。ライバーはありがとうございます、ありがとうございます。また違いますか、お話し会の時と。まあ、前髪分けてるのは一緒だけど角度が違う、カメラの位置が違うから違く見えるかな、難しいよね。はじめまして、長谷義信さん、ありがとうございます。村山優香です、よろしくお願いします。ライバーをたくさんありがとうございます、嬉しい、新鮮でしょ、私の前髪なしは普段しないので。別にね抵抗があってしていないわけとかではなくて、そう、ただしていないかっただけだから、嬉しい。でもね、ちょっと長くないからさ、ここのもうめっちゃ前髪なのよ、めっちゃもう短いのよ流すには、だからちょっと難しかったけど、たまにはいいね。こんばんは、こんばんは、わあ、ありがとうございます、虹色の星、ありがとうございます。し、お話し会こちらこそですよ、ありがとうございました。ねえ、ありがとうございます、嬉しい、こちらこそです、本当にありがとうございました、楽しかったですね。プリコポーズ抵抗ありあり、ツインテールは抵抗ありあり、あり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 。今日ね一周しよっかなーとか迷ったっちゃ迷ったけど、服の系統的に違うかなーと思ってやめました。ライバーをありがとうございます、ありがとうございます。言っちゃってるよ、言っちゃってるやん、前がない方が好き、なんか不思議な感じしね、これさ今、ま、もう固めちゃってるからあれだけどね、ここの本当の前髪の部分を真上に上げてみたらさ、久しぶりに前髪をねこう上げてみたの、あのオールバックじゃないけど、だから私の富士舞台が思いのほか富士舞台すぎて、今日ちょっと
勝手にね、一人でよ、本当にただ一人でつぼってました。もうね、デコのね、まあ、これでちょっとわかるかな、わかんないけど、ここなのね、頂点というか。で、おでこ、ここなの。1センチぐらい私、藤ベタあるっぽくって。さすがに、自分でもびっくりしちゃった。久しぶりの自分の藤ベタを見て。最近はね、なんか基本、前髪下ろしてるから、お風呂上がってもすぐにドライヤーで前髪をね、ドライヤーかけちゃうから下ろしてるんですよ。下ろすか横に止めるかで。夏はね、真上に上げることもね多々ありますね。暑いし邪魔になるから。そう、ナイス藤ベタへ。やった、今日はありがとうございました。ありがとうございます。そう、自分でもびっくりでした。髪ね、かき上げたいんだけどさ、リコみたいなさ、ここをこう、ね、だんだんに切ってたら、レイヤーって、ね、入れてたらいいんだけどさ、入れてないからもうチョンってなっちゃうの、ね、私ですよ。もうこう前髪、ほら、すぐ前髪になっちゃう。これを保つの最大の努力で、ここがあれかな、限界ですね。本気で見届けに来てくれてありがとう、嬉しい。やった、似合う、ありがとうございます。ライバーはありがとうございます。躍動感がすごい、目閉じてない、前髪なさそうな気がするでしょ。気のせいじゃないよ、前髪ないんだ今日は。ネックレスあった方が良かったね。迷ってる、つけようか、めっちゃ迷ってる。あった方がいいよね、ネックレス。つけようっと、どれにしようかな。もう動かなくていいところにあると楽だね。でもさ、ネックレスも難しいね、長さとかさ、いろいろあるからさ、どうしようと思って。部屋間違え村山優香です。バイバーイ、ありがとう。ギャルっぽいよね、まつげもめっちゃうまくいったの。ギャンギャンよ、まつげ、下まつげがすごい。ライブをありがとうございます、嬉しい。お姉さん、確かにそう、もしかして手の届く範囲に。あー、なんかね、お部屋をね、ちょっとね、位置をいろいろ変えてみたのよ。だから今あるだけで、すごいすごい。あー、なんか合わないかな、わかんないね、わかんないね。なんか違うよね。あー、ティッシュ。やっぱジャラジャラ系がいいよね。ジャラジャラ系ね、今日ね、入れてたんだよ、ポーチに。お話し会の時つけるの忘れちゃってた。私自分でもびっくりで、お家に帰ってきてから、ネックレスつけてないと思ってびっくりしちゃった。自分でもびっくりだよ。やっぱり今日のポーチからネックレス取ります。すごいジャラジャラネックレスになっちゃうよ今から。こんばんは、こんばんは、ありがとう。ジャラジャラネックレス、そう、髪型がね、前髪をねなしにしました。え、すごい、いかつ、私じゃないみたい。可愛いですよね。私もさ、普段うん、本当にこういう系統の時しかつけない。
ジョラジョラネックレス。ネックレスの私のセンスがちょっとないわ。わかんない。あの選ぶセンスがないかもしれない。合ってる？大丈夫かな？ちょっと不安になっちゃう。ありがとうございます。かっこいい、ありがとうございます。ライバーをありがとうございます。嬉しい。ね、もうほぼ二十歳ですから、四捨五入したら二十歳だから。こういう時だけ。かわいい、ありがとうございます。嬉しい。でもこういう系統もなんかたまにはいいなって思いました。なかなかね。わあ、追加でサイン会ありがとうございます。今回の受付は先着順になっておりますので、ぜひぜひ皆さんのご応募お待ちしております。バレた。15からでバレてもうた。でも15とさ19の差は大きくない？四捨五入して二十歳と言ってもね。今思ったら。ライブありがとうございます。ハートもありがとうございます。こちらこそありがとうございました。楽しかった。みんなみんなみんな二十歳だね。平均年齢じゃ二十歳だね。ニアジョイのメンバーみんな。仮に私たちがもう平均年齢とはだよね、本当に。そう、24歳になっても、年上組が24歳になっても平均二十歳。平均じゃないのよそれはもう。でも今平均年齢何歳だろう、ニアジョイのね、ほぼ同い年。そうだ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 ね、ニアジョイの17歳とか。でもね、次ルノンが10何歳 ?18 になるのかね。早いよね。まだ1年しか会ってないけど。早いよね。でももう1年経つのかっていうのはねありますね。入社入って一番初めにお祝いしたのがレノンだったから、すごいもう1年経ったのかとは思いますね。そうね、1年がね、そうそう、私もあっという間に二十歳になっちゃうからね。10代の私もちゃんと見届けていてくださいね。ラストティーンですので、本当に 16.7。 え、若っ。あー、すごい若い。16.7 歳ってまだ高校1年生やん、ほぼ。じゃあ実質私も高校1年生。私がさ、大人っぽくなりたいのか子供のままでいたいのかわかんないよね、この発言。実質 JK だね。かわいい、ありがとうございます。え、わかる。そう、あのこのアリス以外ね、みんななんか同い年な感じ。このアリスと、あと年上組、私とあの同い年の3人以外はもうみんななんか一緒って感じがする。なんかなんだろうな、みんなしっかりしてるし、めっちゃ、ね、年齢の差をそこその2学年で感じるわけじゃないから、みんなが大人っぽいからね。そう、大人っぽくてやったん。 ありがとうございますね。みんな JK、 私も。私もかな。うんうんうん、どの年でもありがとうございます。私の何年生だろうな、まあ高校1年生の時とか写真見たら皆さんびっくりするよ、誰ってなっちゃうと思う多分。まず前髪がね、あっちらこっちら行ってるっていう、はい。あっちらこっちり、あっちらこっちら行ってるっていうのがあるのと、あと真っ黒、本当に真っ黒なので、多分気づかないと思う皆さんがね。そうそうそう、
その場にいたとしてもピカピカありがとう。高校1年生の私だと気づかれないと思います。そう、こういや私はね常にイモい時期を本当に過ごしてきていたので、なんならニアジョイ入ってる間もな イモ期を過ごしている気がしているので、本当になんか最近になって、まあなんだろうな、なんだろう、いやでもな分かんないな、日々なんかこうあの時の写真はって思うので、それちょっとね、なかなか更新されないんですけれども、でも最近になってやっとなんかこれが良くてこれが悪いのかみたいな、自分の中でねなんか気づけるようになりました。やっぱそのたくさんの方にね見ていただけるというその環境にいるからこそだと思います。なんだろうな、メイクとかも、まあ、今もね一種類とかしかもう本当に持ってはないんだけど、めっちゃ持ってるわけじゃないんですけど、それでもやっぱ自分に合うメイクは何だろうかなっていうのでね、研究をねするようになりましたね。今もいいものですよ、嬉しい、いいね、うまい、妹ちゃんだったからね。卒業アルバムとか中学のどんな感じだったかな、小学校はねすごい覚えてるんだけど、えね、アプリのそうそうそう、青になってましたね。今日は君の夢を見た、ね、皆さん褒めていただけてもう本当に幸せでした、ありがとうございます。危ない、夢見すぎてる、夢見ちゃったいっぱいこちらこそありがとうございました、楽しかった。嬉しい、ありがとうございます、こちらこそです、本当にちゃうちゃう、1週間の回復薬だ、嬉しい、ありがとうございます。でもね私もなんだろう、まあね日々皆さんから元気はいただいておりますけれども、さらにねお話し会で皆さんの声を直接こう聞けたりする機会をいただくと、やっぱりこうね改めてね回収も頑張ろうっていう気持ちになりますね。ゆっかちゃんありがとう、 I love you I love you I love you、 ゆっかちゃんありがとう、今日も楽しかった、ありがとうございますね。そうそうそう、毎週そうだよ、サイン会ですので、させていただきたいと思います。今回はね皆さんのメッセージがを読めますので嬉しい、楽しみ楽しみです。お、メッセージ書きましたか、ありがとうございます、嬉しい、元気出る、私も元気出る、やっぱりね自然とねにやけてる、私はオンライン個別お話し会の時、対面とかになったらもうどんだけもうね対面ということがもうどんだけ嬉しいことか、楽しみです。ハートありがとうございます、ライバーをありがとうございます、
読まれるの恥ずかしい。なんでですか？シークレットでって心の中で読んでください。ぜひぜひめっちゃ話しやすかったけどさすがに緊張したって。何？私楽しかったわ。嬉しい。なんかね、今回の話からも結構初めまして方多くて嬉しかったです。なんだろう、こうやってネット上ではもうね、私も認知している方でもやっぱ対面はさ、初めましての方って対面なんだろうな、こう1対1でお話しする機会ってまだねない方も多いので多いかなと思うので、なんかこう点と点が結ばった瞬間、つながった瞬間すごい好きですね私は。あーってなる、あの方はってなってます。ライバーをありがとうございます。黙読でね。そう黙読。そう、あーってなる。でさ、やっぱり顔と名前が一致するとこういったそのショールームとかのコメントの時とかもやっぱ顔浮かぶので嬉しいですね。私としても誰々さんだってこうやめて、え、なんでなんでなんでよ、ライバーはありがとうございます。そうだから私としてはすごく嬉しいです。拝められるの恥ずかしい。なんで恥ずかしいの。私はすごい皆さんのことを考えながらお話ししているのにそれを振っちゃうなんて悲しい。悲しい。ごめんなさいごめんなさい。いいんだよいいんだよ。でも私の記憶の中には入ってるからそれを消すことはできませんけれども。反省文何枚？150枚絶対書けないよ。150枚なんて。反省文って1枚でもすぐ大変らしいですね。友達になんだがどんなサイズなのって聞いたらすっごいこんなちっちゃいマスが1個くらいのプリントでいっぱいあるって言ってて大変そうだって思ってました。ちっちゃいんだってマスが。学校によると思うけどすごい大変なんだって。ライマ王ありがとうございます。そうそうそう、ワードで、あーワードで裏表で800、ひー辛いね、大変だ。100枚ぐらいもらってた人いたい。何したの、すごい。なんか逆にもうすごいんですけれども、おまめちゃんありがとうございます。虹色の星ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ね、うんうんうん、ね、何したんだろう。内容は書いたらそんなことで怒ってないって怒られた。すごい大変だね、それはもう2度目書かされると反省に、さらに反省になるよね。反省の積み重ねになっちゃう。フラワーさん、かまいちゃんありがとうございます。今日もお疲れ様です。ありがとう。くまくま、おでこです、おでこです。好きが増してきた。また嬉しい。これからも好き増し増しでお願いします。よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。読書召喚総文、確かに私まずね、あの見出しを見てました。見出しと読んで結
末読んで、ほう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 と思いながら書いてた。でもね、読書感想文ね、私ね思ってた以上にあんまな経験ないかもしれない。なんか最後に書いたのなんか小学校4年生くらいの記憶なんですけど、なんかねあんま書いた記憶がない。おでこです。眉毛ありがとうございます。眉毛って難しいよね。私もう全然上手じゃないのよ眉毛、うまく描けない。でもねこの間ね眉毛用の筆をね新しく買ったんですよ。そしたらすごくこう細くて一本一本描きやすかったですね。そうホッと持ってきそう本当に本当になります。何を読んだのかも覚えてないですね。なんか帽子の男の人がいたっていう表紙、表紙をねの絵を描かないといけなかったりして、本当何の絵を描いたのかもう全くもっと覚えてない一文字も覚えてない。わあ結婚してありがとう、嬉しい、結婚しよう、ありがとう、こんばんは、こんばんは優香ちゃん出ましたか、ありがとうございます、やった登場できて嬉しいありがとうございます。おお結婚して、ありがとうございます、結婚しよう、ハートもありがとう、嬉しい。お話し会直接お話ししてみたいな。試験です、まるさん、はじめまして、村山優香です、よろしくお願いします。嬉しい。私はね葵が出ましたよ、可愛かった、葵でした。私も地引きしたことないですね。結婚してありがとうございます、結婚しよう、嬉しい、ありがとうございます。モテモテ泣いちゃって、えへへ、えへって、ありがとうございます。なんだろう、うん、大丈夫です、すいません、通知でした。ゆかちゃん出て嬉しかった、嬉しい、私も嬉しい、あお一緒だね、地引きはそう舞台をね見に行かせていただいていたんです。実はちょっとねツッターに出すのが遅くなってしまったんですけれど、猫ちゃんありがとう、お名前にぴったりだね、猫パンありがとう。やっぱり私は舞台を見るの好きだなって改めて感じました。すごいもうね演技をね見るのがとっても好きで、もちろん、ね、演技するのも好きなんですけど、見るのもすごく勉強にもなりますしねギャン顔でやった嬉しい嬉しい、やったやった、にも追加しました、ありがとうございます、反省文イエーイじゃあ私がしっかりと大きな声で全国配信させていただきます、その反省文を全国に発信していきたいと思います。そうなんです、舞台もねそう見るもねポーンの舞台もありますので、本当にね楽しみなんです。公開で、うん公開、大公開しちゃおう引き取り、すごい、運が良すぎる。いやこれは運じゃないね、私が行きたかったからあなたのもとに出たのよということを言ってみる。あははははははは、そう行きたかったからあなたのもとへ行っちゃったよ。全員被らないのはすごい、
すごい、それもすごい。そう、大航海時代、皆さんの元へ行きたいから、私が生写真入っちゃった、 CD の中に潜んでるから。かえって言ってください。そんな私強くは言わないけど、お会いしたい、お会いしたいのは本当よ。会ってみたいな、会いたいな。誰に見せも大丈夫だよね。もしあれだったら、あの黙読でも全然、あの黙っても読むことも私できちゃうのでいいですよ。全然もう、もう大反省でもいいよ。とか言って何についての反省だったのか分かんなくなっちゃうよ。こんばんは、こんばんは。読みますね、じゃあ。こんばんは。お、みつきが、みつきはなんぼあってもええですからね。嘘です、嘘でしょ、いないと困っちゃうでしょ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、関西人の血が騒いでる。うおー、何が来るかな、期待しちゃうぞ。いいのかい。私ね、もうね、もうね、多分サイン会の時はね、ツボ浅いと思います、いつもにまして。12名まで、すごい、すごいね、皆さん引きが良い。こんばんは、こんばんは。今日さ、天気すごくなかったですか、関東の方。気づいたらびしょびしょなってた。雨かよー、雨かーい。雷も鳴っても怖かったよ。傘さしててさ、雷ってこうちょっとピョンって出てるところにこう上がるって言うじゃん。もう怖くて怖くて傘をできるだけ低く持ちました。苦手というよりかは、別にそのお家の中にいる時は雷怖くないんですけど、あの外にいる時がすごく怖くて、やっぱりそうだから、もうこうやって傘をちっちゃく、ちっちゃく、もうできるだけ身長低めでね持ってました。あつまるさん、はじめまして、コメントありがとうございます、よろしくお願いします、嬉しい、ありがとうございます。そう、びっくりしちゃったね。仲良し、ツッコミが入りました。はじめまして、はじめまして、いやーけんさん、ありがとうございます、嬉しい。ね、心は晴れ、心晴れたわ、よかった。でも確かに今日みたいな天気はさ、虹出そうだよね、すごい見たかったな、虹見てなかった。でも私一回ね、虹だとね、すごいなんかね、ここが今 ここがこう、もう真上だとするじゃないですか、もう視線の真上だとすると、こうやってね、二重丸のね、虹を私小学校の月に見たことがあって、それもほんますごい感動的でしたよ。え、虹が二重に、すごい、しかも真上で、丸なの、丸なの、すごくない。二重の虹もね、見たことあるんだけど、丸だと思って、そうね、そう、二重丸、そう。絵文字使うあたりなんかいいね、そう、すごいと思ってね。もう小学校だから携帯なんて持ってないので、でも 目に収めてましたけども、心のシャッターでね。でもすごくない？あとね、高校生のね、本当にもう授業もなんもない時にぐらいの時期に、下校中、下校もう帰りますみたいになった時に外見たら、
虹がね、今度はねこんな感じでこう二重になってたの。ダブルでこんな感じでなってたから、それはね先生が携帯持ってるので先生の携帯でこうやって撮ってもらって、そう後でねその写真ももらいました。そう、それはねすごくね、おそれも覚えてなかったですね。こちらってバッてここにね貼っておきます。虹の歌って知ってます？まあ虹の歌って言えばいっぱいに、その虹というなんかな曲名の歌っていうのあるんですけど、虹の色を覚える歌って知ってます？私ね誰にもねこう分かるって言ってもらえたことがなくて。そう、ゆほさんはじめまして、こんばんは、ニアリコール上の村山やかです、よろしくお願いします。嬉しい、こんばんは。ミルテンさんのファンの方ですかね、ありがとうございます、嬉しい、よろしくお願いします。そう、赤オレンジ黄色緑青っていう、それに紫っていう、知りません？誰もね知ってるって言ってくれたことがなくて。ぬまりそうです、嬉しい、三日月さんこんばんは、ありがとうございます、知ってる？そう、誰もね知ってるって言ってくれた友達いなくて、そう紫の木特別扱いでね、ネットでね調べても出てこないので、私テレビで見てたので、そう、あーオレンジ黄色緑青それに紫。紫ね、ちょっといいじゃん。それにためがあるから紫。もう蔦屋さんありがとうございます、嬉しい。そう目覚ましのって嬉しいとか言って、とか言っちゃって、そうオリジナルじゃないのよ。そうびっくりでしょ。まあでも私もびっくり、こんな誰も知らない曲を私自分で考えたわけじゃないから、テレビで見たんだもん、だってテレビで見たんだもん。紫ひくみ力持ち、ちょっと音程わかんない、力持ち、わかんない、合ってる？こんばんは、今日は可愛い、今日はありがとう、嬉しい。本みたいなやつじゃない、皆さんも知ってるキャラクターが、ちょっと待って、ね、通知音、家族めっちゃ喋るやん。そう、みんなが知ってるキャラクターが歌っているんですけれども。そうなの、なんでか、なんでかみんな知らない。でもねピクミンね、私ねお兄ちゃんがねしてたのをね見たことはある、私も何回か触ったことあるけど、なんかフワーってすぐなんかフワーってなってみんな迷子になってた。私もね、このな何十匹ものピグミンをね操れるような人間ではないというのを、ね、再認識しました。一個抜かれてタラタラタタ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 みたいな歌だね。おお、サイン会ありがとうございます、嬉しい、楽しみです、ありがとうございます。あ、プロがおる。こんばんは、こんばんは、あゆみね、やっぱ虹の歌、こんなたくさんの2687名の皆様の前で
虹の歌発表してもやっぱ出てこないんだ。でもね、私本当に歌で見たの、結構ね歌で覚えてること多くて、私なーにかな、あの一十百千万みたいな億兆形骸とかも歌で覚えてたし、わあシノジさん虹ありがとうございます、ありがとうございます、今日もお疲れ様です、ありがとう。そうあ、それは一緒だね、日本語で遊ぼう、そう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 ね、でんでらりゅうば出てくるばってんでんでらりゅう、手がわかんない、でてかんけんかんかられんけんかられらりんけんこんこん、あれで持ってこーい持ってこーいってお祭りなの、正しい名前わかんないけど、よくね毎年行ってましたよ長崎県に、あの竜がこうやってこう操ってる、いるんですよこうやってヒューローヒューローみたいな感じで持ってこーい持ってこーいってずっと言ってた、そういうお祭りだと思っている。ライバーをありがとうございます、ありがとうございます、そう手全然開かない、なんかこういうのもあるよね、長崎くんち、あそれだそれそうだよ、長崎くんちね毎年行ってて、そうなんです、あ確かに学校休みの日とか見てたかね、せせせのよよよい、てて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 ね、高速でしてた、懐かしい、お早い、勝負しよう、はい、指増やして5にして倒すやつ、あー これかこれしようっていうやつだね、これしようってね、これしようって私ね、あの必勝法があったの、もう忘れちゃったけど、マッチっていうの、あそうなの、これしようって言ってた割り箸、あ割り箸5本あセットになるから、あ5本になるからバーって、ね、なるよね、そう必勝法がねあったの、なんだっけな、3にしたら強いんだよね、 3を保てばいいんだよこれ、学生の方とかぜひぜひ3を作れば、3で相手が1になった時はもうあの勝ったってなるので、私はね5で負けだったかも、ライバーをありがとうございます、ありがとうございます、そう、あハンセブンだもん、ね、でもたまにねあれらしいよ、あれらしいんじゃなくて負けたくなくて、じゃあ6になるまでとかはしてた。
指すま、指すま1とか。そう、私はルール何でも変えちゃう人だからゲームとか家族だとね、どうやったら自分が勝てるのだろうかみたいなしました。そうセメントとかあったの、すごい、それは初めて聞いた。そう、家族だとね、なんだろうな、スピードあるじゃないですか、トランプの、トランプのスピードとかで私本当に遅いのね。お兄ちゃんって言ってもめっちゃ負けるの。だからそのまあスピードってなんだろう、多分お家によってもルールとか違うかもしれないんですけど、私のうちはこう 手札がなくなったらそのどっちか山があるじゃないですか、こう真ん中にこう2個、その山を好きな方を選べるみたいな、好きな方を選んでそこからこう再スタート、スピードどんどんしていって、まあ手持ちがなくなったら勝ちだねみたいなのを私のお家はよくしてたんですよ。それを私はね、もうわがままだからお兄ちゃんに負けたくないっていうか、お兄ちゃんが強いなんか私が弱いのかちょっとわかんないですけど、から途中でね、ちょっと その山札とこっち交換戦とかお兄ちゃんが先に終わるじゃないですか、お兄ちゃんが終わっても、ちょちょストップ選ぶの待ってって、私がこうやって 4つぐらいこう候補出してこうやってこう終わらせるんです。自分の手札がなくなるまでお兄ちゃんを待たせるというでこうさ 4つ出すじゃない、候補というか4つ出しても、こうもう進められなかった時はあと1枚出していいって言って5個目6個目とか出して、とりあえず山、自分の今持ってる手札を終わらせるんです。そっからよし、じゃあ山札決めようってせーのとーみたいな感じそう、もうどうしてもね勝てなかったのが悔しかったから、そういったことをねしてた時期もありましたで、そのお兄ちゃん、そのお兄ちゃんが終わった時点では結構山札にこう差があるとするじゃん。でも私が今持ってる手札でこの差をだんだん埋めるの、こうやって平等にするっていうのとかしてたちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってとか、お兄ちゃんは2個しか出しちゃいけないとか、私は4つ出していいとか、いろいろね知ったりしてました。いや結果基本負けますよ、私は基本負けてます。てか兄ちゃんが強すぎるがゆえに、きっと兄ちゃんも私が弱いから、もうそんなハンデをあげたところで俺は勝つだろうっていう、きっとそうそう、うん、そうちょっとね、すごいね、ずるずるというかハンデをねめっちゃもらってましたよ。いやースピードに関してはね、まあ、お兄ちゃんも強いっていうのもあるけど、私が弱いっていうのもこうやって、何だろう、トランプ切るのもあんま私上手じゃないんですよ。ガシャンってちょっと待って、一体タイム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 ちょっと散らばったな、ちょっと待ってって言ってね、すぐタイムをかける、タイムタイムってましたねガシャンしてたりとかね。私ね、オセロはね後先考えないタイプですよ、全然考えない。今置きたい場所に置く、今ここに置きたいんだと思う場所に置くんですだから置けないやんっていうのがありますね。そう今もでもね、角を取りたいという欲はあるんです。だけど、ね、角を取れるように頑張りはする。でもその角を取りたいがゆえに、その
なんだろう、例えば こっちに置いたら次相手はここに置くだろう、そしたら角取れるって思うじゃない。でここに置くだろうっていう、そのもうここのポイントが間違っているんです。私はもうここしか置けないって思ってる。でも相手は他のいろんなところに置けるわけじゃない。で私の予定が来るわけですよ。それでもう私がもう角を取られやすい場所に実は置いていたって、で兄ちゃんにすぐ取られるという、はい、難しいねゲームってね。私得意なカードゲームなんだろうって言われても分かんないですもん。七並べとかもね、結構あれ頭使ったりするじゃないですか、後半とか特に。私は、ね、そんな後半なの、なんか全然頭使うようなゲームじゃないじゃんと思って。好きなの「おっ、おけるおける」とか言ってポン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 言ってたら「えっパスパス」って言って全然ねできないというね、悲しいことがよくありました。ババ抜きはね勝てる時もあるよ。そうそうそう、そう、あっ UNO ね、UNO すごい久しぶりに聞いた。 UNO ちょっとルールを思い出したい。色変えたりできるやつだよね。あでも UNO はね勝ったり負けたりっていうのは割とありましたね。小学校の帰りの小学校放課後かの時に、放課後友達と近所の友達に一人いて、仲いい子が近所に二人でねUNOしてたんだけど、スキップとかも私のターンになるし、リバースも私たちのルールではスキップだったのよそうだからそうスキップ ずっとスキップみたいなことしてた。で痛い目見るのよ、スキップしすぎて手札もちろんなくなるんだけど、スキップ後の自分の手札がないとかっていうのがよくありましたね。宇野大会開かれてた、あるある、私もねしてた。私がねこう不意に「みんな集合!」って、今日トランプ戦スピードしたい、シグシグね、ちょっと早い、終わって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 ってあれも終わった、手伝うよ、またオッケーって言って、よくねトランプとかウノとか私がねガサゴソとね持ってきててしてました。みんなみんな集合集合、今日はしないよ、今日はしない、今日は携帯終わり、終わり終わりって言って、早くしてよしてました。私はね今でこそ結構もうね携帯をね見ちゃう時もあるんだけど、昔はね私は携帯とかあんまりもう見てたら目痛くなっちゃってたので、見てなかったのよ。そうだからね暇だったんです。だからはい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 してました。私は野生児ですね基本。不意に外に行きたくなった時とかは「ねえねえ!」って「外行かん」って言って、私のお兄ちゃん結構アウトドアなので、私よりもアウトドアの人なので、ね、ちょっと走りたいんやけどって言ったらついてきてくれますね。近所をさ夜とかに走りたくなるの、ちょうどこの時間とか、あー今日食べ過ぎたとか言って、ちょっと走らんだって、お兄ちゃんはね割と走りについてきてくれますね。そうちょっと走りたくなることある。もうねこっちに来てね走りたいなって、私夜走りたくなるんですよ本当に。この時間9時とか10時とかに、でもねちょっと一人だとね危ないから走ってないんだけど、昼より私は夜派、静かな時にね走るのがいいんです。夜って静かじゃん割と。そうじゃ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 ってずっと全然進めないよそう私ねお家だと本当に陽気すぎて自分でもびっくり。あのねお家とね外じゃ全然ってわけじゃないけど、人を変えてるわけでもないの。でもちょっと家が幼すぎる本当ね、っていう家にいる時の自分がね、
元私甘えたがりなので、でも一歩外出ると全然そういうもうするような人じゃないんですけれど、え、ジュージなる？え、なるじゃん。ね、私もちょっと無音で見ようかな。もうあのなんだサムネめっちゃ可愛かった。ね、おーライワオーありがとうございます。そうそうそうね、お兄ちゃんといると安心ですよ。そうなんです。だからね。確かにあとちょっとでカウントダウン。音消して無音で見るしかないけど、私は後で見ますね。そうそうそう、カウントダウンがね。そうなんです。ライバーをありがとうございます。ラジオね、本当に楽しかったですよ。私昨日ラジオさリアルタイムで結局さ聞けなくて寝てた。あの時間私びっくりじゃない？普段だったら私めっちゃ起きてる時間なのにもう寝てて、そうもう気づいたら朝だった。朝7時とか6時かな。今日何時に起きたっけ。そうもうねびっくりした。気づいたらもう12時なんて。もう全然でもね、私朝起きて一番にツイッター見たのはもうあのジョイラジ795ですよ。ハッシュタグ皆さんがたくさんつぶやいてくださって嬉しかったです。見てましたよ。まもなくプレミアム公開が始まります。今日楽しかった。嬉しい。なんかリアタイはさリアタイでさ違うよね。あ、まだあと1分あったと。チャットが見れる。ね、嬉しい。たくさんねラジオを聞いてくださってありがとうございます。なんかラジオの時の声違うねっていう、雰囲気違うねっていうねコメントとか、あと親もね言ってたんですけど、緊張しちゃうんです。緊張して声が変わるの。今はねもう本当に全然緊張しないんだけど、そのこういつもの配信の声と違うねって、うわー待ってダメだ、危ない、音出るのこれ、なんでさっき音出ないって言ったじゃんか。ちょっとちょっと音出さないで、危ない。ああよかった、びっくりした。あ、今日とじいちゃんちゃいちゃくしたのに、もう何の話とか忘れちゃったよ。そう声違うのがね、そうただ緊張して声がその違うだけだって。気にしないでほしい、気にしないでください。そう私が法いいね、その言葉、私が法ですから。そう緊張しているんです。よそ行きというよりかは緊張しちゃうの。そう赤ったら赤、そうだね、そうよ。56 54 54。でも私と多分皆さんでタイムラグあるからあれですけど、でも私はこれはどうしたらいいの。でもその配信中において5分弱黙っちゃうのもさあれだよね。だし皆さんも、でも私がさお話ししてもさ皆さん声かぶっちゃったりする。でも私はなんだろう、どうしようどうしよう。そうしゃべるね。じゃあしゃべります。スイート16の時だったかな。おゼロなった、
カウントダウンめっちゃ可愛かったくない？私音聞こえないんですよ。かわいい、かわいいですね。私は無音でも先輩方のかわいさがすごくにじみ出てきちゃってます今ね、なゆみさんの、ね、カップリング曲リアルタイム YouTube で見ていますでも音消しているのであれなんですけれどもなんかさ、恥ずかしいね、これ私のにやけを発信しているというわけですよね。それはなかなかの恥ずかしいことなんですけれども、私がいつもさ、先輩方の楽曲とかを見させていただいてる時の顔大公開じゃん、恥ずかしい。おお、もう音が分かんない、曲調全然分かんない私全然。でも歌詞、あ、歌詞かわいいですねこういうパジャマ私持ってないですね。パジャマ、私パジャマも持ってはいるけど、基本パジャマというよりなんかいつでも動ける体勢のお洋服を着ることが多いです、寝るとき。なんかね、私お風呂に上がってから筋トレとかしたくなるタイプなの。体温まるし、一日の最後の最後にしか私は筋トレのやる気がどうしても、わー可愛いですね、起きない。めっちゃ可愛いですね衣装。そう、汗かかない程度に、体温まる程度にかな。私服だとさ筋トレしにくくて、なんかなんだろうな、ジーンズとか着てると硬いしね、生地が、質感がね。素敵です。筋トレすると確かに汗はねかいちゃうのかな。でも私代謝悪いから、私も今年も夏がやってきますけれども、汗をかかない体質がやっとこう、代謝が悪いのがやっとこうプラスになる時期がやってきますね。終わっちゃった、終わっちゃった。でもとっても可愛かったです。後で音ありで見たいと思います。そう、私代謝本当に悪いので汗をねほんとんどかかないんですよ。だから今年もこの時期がやってきたというね、冬はちょっと寒すぎて困っちゃうところの方、ことの方が多いんですけど、可愛かったですね。可愛いですね、素敵、可愛いと。あとで配信終わりの楽しみ撮っておきます。でも私冬派かな。夏はね、あ、でもね、エアコンの部屋がにずっといるんだら夏が好きかも、入れるのであれば。でも外に出たくないじゃん。外に出るっていうのも含めるのであれば冬が好きかな。寒い方がまだ、いやいや、でも耐えられないよね、寒いのも寒いのでね。でもネックウォーマーとモコモコ手袋は私必須ですからそう、部屋にいるならエアコンの方が乾燥するじゃないですか。なんかこう暖房ってこう喉がカピカピになるというか、そ
それが私あんまり得意じゃなくて、もわーってするのが得意じゃないので、そうかな、そうなんです。うんうんうん、そう夏はね、そうなんですよ、着込めばいいの。冬は私に着込み術には任せてください。着込むの大得意ですから。モナさんはじめまして、こんばんは、コメントありがとうございます。村山優香です、よろしくお願いします。着込むと肩こる、確かに。私ね、昔その昔から寒がりだからね、小学校の時に、ね、すっごいもっこもっこのねアウターを着たの。もう内側も外側もファーだらけみたいな、もっこもっこのね上着を着たら、ランドセルのこれがからえないですけど、背負えなくてなんかもうはち切れちゃうじゃないかってくらい着込みすぎって言ったことはありましたね。なんか逆につらかった、逆になんかこう、なんかもうなんか背中も痛いしみたいなことになったことがありますね一回。それからね、あのランドセルを背負うときはあのこのコートは着ないって決めてましたね。そう、からえないでいいのに、からえないのに、そう払ってたんですよ。そう、投稿の中で動くからね、わかる。でもね、昔は嫌だったな、登下校、まあどこの道だよと思いながら、すごい早く感じる人さ、もうまだまだ家まであとな、あと何分ぐらい歩かないといけないみたいな、あとそのぐらいあるよみたいな思ったりするとね。そう、じゃんけんで勝てば、確かにじゃんけんでね、なかなか。でも自分がさ負けた時のこう、ただでさ一人でさ払えないのにさ、もうさらにこうガッツし、肩がねこういう分厚かったのよ、だからもう回らなくてね。払うで皆さん慣れてくださいとか言って皆さんはもう福岡色に染めちゃう払うで慣れてくださいそう、分かってるね、あの方言って分かってるんだけどね、もうパッて出てこない。そう、力払ってないな、あいいね、いい練習だ。皆さんがなりましょう、砂釣りでなりました。そう、砂釣りとカラウと直すと慣れてください。直すはあんまり使わないけどね、配信中は。ね、カラオケオッケー、よかったよかった。そうふ腹痛だ、本当に。カラっていきましょう、払いたくなってきたなってみんなリュック持ち出すんでしょ。嬉しい、前髪なし結構好評で嬉しいです。これでもね、ダンスだとさなかなかうまくいかないからね、止まってるからこそできる髪型ですね。そう、イヤホン直してくるとか、確かにちょっとイヤホンどこに直したかなとかね おでこはありがとうございます。今肌の治安良い日替わりだからね、皆さんはどこにニキビができます？ニキビってできる場所ほんと人それぞれだよね。私ここにはできないの基本どういうポーズ、ここにはできないんだけど、そう、顎、なあ顎ね、わかる。そうなんです、ほっぺ以外のところにねできちゃう。なんかさ、撮影の前日とかにニキビのね、なんだ元となるものとかがさ、できちゃうと
なんで今日なのっていうね思う。何もね考えてない時、ニキビで、できませんようにとか考えてない時の方が、あ、調子がいい。そう、今日まつげいい感じじゃない？最近ね、おおすごい、最近まつげをね褒めていただくことが多くなって、私は嬉しいです。まつげ美容師様様なんですけれども、ギャンギャンだね、びっくりしちゃった。私もギャンギャンだ。つまようじ乗る？つまようじパッて出てこないもんな。指なら乗る。嘘嘘、まな板くない？それさ、めっちゃさ固めないとじゃない？難しい。指なら余裕で乗せていいってんの。うんうんうん、ね、そう、なんで今日なのってなるよね。そう、おでこ出してるの、そう、珍しいんです。2回目くらいですよね、きっと。1回ね、青の洋服の時にね、前髪を上げた記憶がある、お話し会で。こんばんは、こんばんは。皆さん、私のお話し会の時のお洋服とか覚えてらっしゃいますか？私はね、まだ1年なので1年分のものは覚えてはいる。覚えてない？推しメンも覚えてない？覚えてる？どんぐらい、どんな感じなんだろう、皆さん的にどう見えているのか。私はさ、もちろんそのお洋服かぶらないようにっていうのも含め覚えてるんだけど、でも何回目の時にどんな服だっていう、それは覚えてないけど、あ、覚えてたり覚えてなかったり。確かになんか白黒の服だけとかだと難しいかもね、そのパッとしたイメージ的に。柄とか、それこそさ、ブラウンのなんかチェックのシャツみたいなのは結構ね、なんか印象的っぽいじゃないですか、皆さんの中で。本当は触れたい、全然いいんだよ、ありがとう。それはもう貴重な時間なんですから、いいんですよ。洋服はなんだろうな、後で写真とかでも見れるじゃん、いいんですよ。顔を見て顔を見たやつどんな圧だよ。緊張しすぎて服見たことない。緊張しちゃいます？緊張しないでください。じゃああれだね、対面でも洋服見れないかもね。そうそう、見る余裕ない。あ、本当に？マシンガントークがアリ派なのかナシ派なのかわかんない。皆さんが対面の時はさすがに、私ちょっと本当に松側メインで行こうかなって思ってます。さすがに対面は皆さんもね、きっと直接お伝えしたいこととかあるでしょうし、まあないならないで、私はマシンガンすぐ切り替えちゃうのでいいんですけどね。そう、ありあり、本当によかった、嬉しい。そうね、話せるかすら怪しい。確かに、どんな感じだろうね、こんな感じだろう。嬉しい、あーってなりがち。私もさ、なんかそういった経験をさ、私したことがなくて、そのアイドルさんのなんだろう、握手会とかたことがないんですよ。行かせていただいたことがなくて、私もなんかね、なんか嬉しい。だからフ
していますよ。しています。実在しているよ。私は。私は30分になったら始まっちゃおうかな。ありですか？良いですか？緊張しちゃうよね。緊張しちゃう。皆さんぜひ対面お話し会の時は名札とかをもしよろしければつけていただきたいなと思います。もしお時間ある方とかだと嬉しいです。誰々さんってすぐに分かると時間ロスがなくなりそうな気がします。ありがとうございます。名札をねありますと嬉しいです。もちろんね、私も皆さんの顔を見ただけで誰々さんってパッてねできるようになったらいいんですけど、ちょっとまだ実際実物で皆さんを、私もね皆さんが本当に実在しているのかっていう、本当に皆さんが思っているようなことと一緒なんですよ。私も皆さんをまだアバターでしか見たことない方もいらっしゃいますし、ねリモートオンラインのやつでもやっぱりこう違うので見え方が、そうそうアバターの着ぐるみ、確かに。じゃあもうみかんちゃんで来てください。みかんちゃんかぶって来てくださいね。初見の人ですげえ顔合わせ初見ってなかった。ああ確かに顔初めてですとかね。確かに。皆さん実在してますか？間に合わなかった、ありがとう。当日また来週楽しみにしてるね。嬉しい。実在してるさんってなっちゃうよ。名前はまだない、まさかの猫ですか？我が輩は猫でありますか？そうオンラインでは、そうオンラインとね、実際さ皆さんも私のことを見たら意外と私は高身長に見られがちですけど160ないので意外とちっちゃいって思うかもしれない。皆さんによっては捉え方によるけど、そうそうそう、そう165円超えてる顔なんですけど160ないので、この間ね誰かに驚かれたんだよね。ジュリーだ、ジュリー、そう話し会のね時にね話してて、えー、みたいな、いや160ないのってめっちゃ驚かれました。ないんですよ。そうなんか意外とね、まあ靴はねちょっと気持ち、ちょっと高いの履きたいなって思ってるけどね、まだちょっと全然靴まで決まってない。そうそうなんです。なんか意外と皆さんこう私を見下ろすタイプ形になる可能性もありますよ。いや私もね気持ちはね165とか欲しいんです。私の地元のさ仲良いお友達3人グループなんですけどね、2人がさもう165円なのよ。もう一人もう70いくんじゃないかな、もうすごい身長高いからさ、私がどんだけ高い靴を履いてそのお友達と遊んだところで私は常に見下ろされるっていう形になっちゃう。地元で私はもうすごく低いんです。158はね割と平均、本当にど平均なんです。
158くらいは。中学校2年生から私背の順本当にど真ん中の、本当の本当のど真ん中なんです。高校生でもね、まあ、高校生の時めっちゃ細かい身長順っていうのはなかったけど、本当にど真ん中、もうどどど真ん中だったよ。そうっていうね感じでした。ステージで大きく見えてます、嬉しい。大きく踊ってるから嬉しいです。なんかこの間ね、身体測定みたいになった時 159.4 という気持ち伸びてたんですけど、でもその時朝だったからね、朝から伸びてるという可能性もあるし、分からない。時間にもよると思う。私割と朝の方に身長測ったのでちょっと良かった。ニア順はね、ほんとなだらかな、もうね、こんぐらいなだらかすぎる身長順。そう、1年でほぼ1センチ、1部と5部で身長違うかもしれない。ちょっと5部の方が縮んでるかもしれない。なんかさ、骨と骨の間にさ、なんたらかんたらってやつがあるじゃない、あるらしいじゃないですか。それがこう身長伸びるためになんか必要な養分だったりなんだったかなみたいな感じらしいんですけど、あの運動をしている方とか、そのかかとに刺激を与えると、そのなんたらかんたらのなんか分泌がすごい良くなって身長伸びやすいみたいな。そう、なんたらかんたらっていう、なんか骨と骨の間にあるなんたらかんたらがあるんです。だからなんか、なんだ、なんかバスケをしている方とか経験をしてた方とかは身長伸びやすいみたいな。バレーとかジャンプがいいらしいですね、身長伸ばすためには。私は全然なんかそんなジャンプとかするような感じじゃなかったし、めっちゃ運動あれだけど、なんだ、こう単線すごい、わすごい、わなんか、わすごい、なんか今今日の配信頭よくなりそう。皆さんメモ必須だね。頭よくなり、あつい看板、はあ、なんかいろんな糸っていうか板とか線とか細部とか、ほほほほ、なんたらかんたらイコールだね、イコールで書かないと。初めて聞いた単語ですけれどもね。威嚇が入れちゃうよ。ね、だけたくさんの方に見ていただけているぞ。そうでね、出るかもね、いらっしゃるよね。骨端線、あ骨端線って名前はあってた。で、ほうほうほう、あれなんかとか伸びて大きくなり、ほうほうほう、すごい、医者なんですか、医者の方、すごい、ほうほう、なんか、あ確かに明日には忘れてると思う。なんならちょっと配信終わった後、なんだっけ、骨なんだっけ、めっちゃいいっす。25分26分になっちゃった。骨端線、骨端線。メグミルクのサイトの、そうなんだ、骨を伸ばそうのメグミルクさんですか。美味しいよね。じゃあ13位の方から段順見しますね。13位さん、ありがとうございます。12位カズさん、ありがとうございます。11位達也さん、ありがとうございます。10位みどりちゃん、ありがとうございます。9位ギャントルさん、ありがとうございます。8位カメちゃん、ありがとうございます。7位ふみさん、ありがとうございます。6位フラワーさん、ありがとうございます。
五位しのちさん、ありがとうございます。やん、ゆくちゃん、ありがとうございます。3位おまめちゃん、ありがとうございます。2位はまじさん、ありがとうございます。そして1位とめぞうさん、ありがとうございます。みなさん、パグさん、ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しい、今日もね、みなさんに見ていただけて幸せでした。お話し会も本当にありがとうございました。とても楽しかったです。スクショタイムです。もんよいしょ、お疲れ、ありがとうございます。皆さんもお疲れ様です。どうしたらいい？こ、男性ポーズわかんないよ、わかんないよ。威嚇してるみたい。なことないない、ギャルしとこ。イエーイ、ギャル、ギャルっぽかったですか？ギャル慣れてた。ありがとうございます。クショ、こちらこそです。ギャルだった、ギャル。ギャルっぽい。嬉しい、ありがとうございました。ウィンク、ウィンクができないよ。ありがとうございます。かっこいいポーズ皆さんに見られながらするの恥ずかしいです。自撮りの時はね、もうたまにできたりはするけど恥ずかしいです。ちげちさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、なんかね、ふざけちゃうのよね、皆さんに見られていると。かっこいいポーズなんてもう口角が上がっちゃうからできないよ。明日は配信は何時でしょう。なんか今日だるがらみ。はい、明日は21時からできたらいいなと思います。ギャルだから何でも許される。夜のね、21時からできたらいいなと思います。もしかしたらもうちょっと過ぎちゃうかもしれないけど、あの気持ちは21時からね、いけるように頑張りますので、ぜひ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 見てください。夜が多くなる気がする、これから。どうだろう、でも夜の方が皆さん的には見れるんだもんね。でもどうだろう、昼もあるか、わかんないけど、でも夜の方がね、皆さんは見やすいよね。まあ明日は夜なので、ぜひぜひ明日も見に来てくださると嬉しいです。ぜひ、ぜひじゃないや、まあぜひぜひなんですけれども、ぜひはぜひで、あの今日も見てくださってありがとうございました。あの話し会も本当にありがとうございます。また皆さんとお話しできるの楽しみにしてます。対面ももうちょっとですね、楽しみです。ということで今日も皆さんありがとうございました。明日からの平日も一緒に頑張っていきましょうね。バイバーイ、おやすみなさーい。バイバイ。